はい、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。楓さん家へようこそ。皆さん、どうすか、マイナンバーカード持ってるでしょうか。あの、返納している人も、まあ、中にはね、いらっしゃるっていうことで、いるんだけど、まあ、それでも持ってるよっていう人も、持ち続けてる。で、私もとりあえず持ってます。はい。はい。で、なんでかっていうと、まあ、そういう公的なものの、その、なんだろう、免許、原付だったり、車の免許だったり、まあ、その他の、顔付きの公的なもの、顔付きじゃない、顔写真付きの公的なものっていうのは、持ってないですよ。前からずっと言ってると思うんですけど、なので、ちょっと待ってね。うん。あの、そういうのは持ってないので、ちょっとどうしようかなーとか思ってたんだけど、悪い噂というかね、なんかそういうのはあったりするから。うん。で、旦那さんにも、いや、お前はっていうか、あなたは持ってた方がいいんじゃないっていうね、話を、まあ言われてたりとかしてたんで、あ、そうだねっていう話、もう納得できたので、うん。なので、まあ、とりあえず持って、今も持ってます。はい。まあ、だからといって、何かね、悪いことが起きたかっていうと、とりあえずないとは思うんだけど、私はね、そういうふうに、なんか悪いことに使われたっていうのは、思ってないだけの話なのかもしれないんだけど、うん。まあまあまあ、大丈夫かなとは思う。とりあえずね、その、マイナンバーカードを持ってるかどうかっていうので、持っていないっていうのが4万、この時はね、4万1345。で、持っているっていうのが3万2753票。で、取得を検討してるっていうのは、まあ、1000票いってない状態だったんだけど、私のように、そういう免許を持ってない人たち、大人になってもね、うん、持ってない人たちにとっては、まあ、持った方がいいんじゃねって、周りから言われて持ってるって人が多いのかなと思う。うん、皆さんどうでしょうか。以上です。